でも結婚はしません。なぜなら僕は一人の生活が好きだからです。申し訳ないです、そう、申し訳ない。ちょっとそれはね、男女問わず今は結婚する気ないかな、でもこの前ね、まあ、とあるご夫婦のね、とあるご夫婦、ちょっと名前は出さないですけど、とあるご夫婦の、お子さんをね、抱かせてもらったんですよ。双子の女の子なんですけど、そう、めちゃめちゃ可愛かった。その時ばっかりは結婚したくなったよね。でもなんかその自分が子供欲しいからというだけで結婚した場合、その結婚した相手が子供欲しくなかった時に齟齬が発生すると思って、これは自分のエゴだと思って心の中に留めてます。可愛かったな。俺真っ黒の服で行ったんだけどね、一生俺のこと警戒してたもんね。でなんかこう一生懸命さ、俺もさこう恥ずかしい気持ちを抑えながらルルルルルルバーとかやるわけね。そうするとさ、まあそのもう一人一緒に行ってたんだけど、その人がそのレベルをね、はるか100段ぐらい超えた先にいるようなね、怪し方をするわけよ。もうそれに対する赤ちゃんの目線が、もうイベントで滑った時の俺を見る花、その先輩の目線とね全く一緒なわけ。もうさ、もうね、おもろかったね。こいつ何言ってんのっていう目をしてるわけ。いやいや、親子と思って、親子やんそれはって言ったら喜んでた。親子やんそれは、ツッコミが全部親子やんになっちゃうよね。え、可愛かったな本当に。